今期の学生三大駅伝第2戦、全日本大学駅伝、11月3日、名古屋市厚田神宮西門前三重、伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前イコール8区間1068キロ、のチーム登録、選手16人が9日に締め切られた。6年ぶり3度目の優勝を狙う青学大は、原新監督57が、 駅伝男と絶対の自信を寄せる大田創生4年、と黒田朝日、3年、のダブルエース、今季絶好調の鶴川雅也、4年、ら、開幕戦の出雲駅伝、10月14日、島根、出雲市イコール6区間451キロ、に登録されたベストメンバーに加え、首相の田中優斗、4年、 5000メートルで日本高校歴代2位、13分28秒78の自己ベスト記録を持つ折田総太、黒田朝日の弟の死から勢いのあるルーキーも4人が名を連ねた。青学大は今年1月の第100回箱根駅伝を総合新記録で圧勝。 2区で歴代4位、日本人歴代2位の1時間6分7秒の高記録で区間賞の黒田、3区で日本人歴代最高タイムで区間賞の太田をはじめ、5区で区間新記録の区間2位と構想した若林博紀4年、6区2位の野村明夢、4年、8区間賞の塩出翔太、3年、10区2位の宇田川俊也、3年、 の優勝メンバーが順当に登録メンバーに入った。箱根 V メンバーに加え、強力な戦力が鶴川だ。学生三大駅伝は三年時の出雲駅伝、ロック8位、だけだが、今季は絶好調。6月の日本選手権5000メートルで屋外レースとしては日本人学生歴代最高。当時、 の13分18秒51で4位に入賞した。昨年の出雲駅伝ではアンカーで制裁を書いたが、ラストシーズンに向けて、三大駅伝すべて区間賞を目指しますと意欲満々に話している。出雲駅伝の登録メンバーから外れていた田中首相も復活。昨年の全日本大学駅伝では最長の最終8区で区間3位と構想し、 国学院大と中大との激しい2位争いに競り勝った。箱根駅伝でも8区に登録されたが、左足付根部分を故障したため、当日変更で塩出と交代し、出番なしに終わった。2年次からアナウンサーを志望していた田中は来春の就職先として出身地のテレビ局の福井放送に内定。競技者人生ラストシーズンにかける思いは強い。 全日本大学駅伝は昨年と同じ8区を走って、今度は優勝のゴールテープを切りたい。箱根駅伝は原監督に、田中は袋の8区か9区か10区しかないと言われています。単独走の安定感では負けない自信があります。最後は、選手として走って優勝に貢献したい、ときっぱり話す。 勢いあるルーキーが4人も加わったことも明るい材料だ。今季の新人として5000メートル最速タイムを持つ折田は春のトラックシーズンの後、故障で練習を離れていたが、夏合宿の後半から復帰。9月28日の絆記録挑戦会5000メートルでは余裕を持って13分44秒12とまずまずの走りを見せた。 原監督も、降りたは良くなっていますと期待を寄せる。絆記録挑戦会5000メートルで自身初の13分台となる13分57秒12をマークした黒田前もメンバー入り。青学大エースの兄、朝日と兄弟たすきリレーが実現すれば大きな話題となる。あまりきゅう、あんじまりく。 と、遠藤体制の勢いある一年生も登録メンバーに入った。青学大は夏合宿で例年以上に質、両ともにレベルが高い練習を積んだ。まずは出雲駅伝に向けて原監督は、チーム全員で優勝を狙いますと年度をまたいで学生駅伝連勝に意欲を見せる。開幕戦の出雲駅伝、第2戦の全日本大学駅伝は、 青学大をはじめ、昨年の出雲と全日本を制した駒大。エース平林清澄、4年、をはじめとして戦力充実の国学院大。昨期は三大駅伝すべてでチーム最高成績。出雲2位、全日本5位、箱根3位、の城西大。エース山口智則、3年、を中心に校長の総大などが激しい優勝争いを展開しそうだ。 全日本大学駅伝は10月9日に選手16人を登録。その中から10月31日正午までに1から8区の選手と補欠5人を登録。レース当日の午前6時30分まで区間登録選手と補欠登録選手を3人以内、交代できる。